浅田佳代です。本日は一泊水星さんの2024年2月4日から3月4日までの月単位の運気についてお話ししていきたいと思います。この動画をご覧いただくと開運のポイントだったり NG 行動などがご理解いただけます。そしてこの2月の間、不要なトラブルを避けたり最小限に抑えたり、そして良いところが最大化できるような方法がわかります。ぜひ最後までご覧ください。ではまず全体運からお話ししていきたいと思います。一泊水星さんの2月というのは残念ながらいわゆる低潮期というところに入っています。こういう低潮期の時はなかなか物事が前に進まないので、ちょっとね気分的には落ち込む可能性がありますが、それに対してねどのように対応していくかお話ししていきたいと思います。まずポイントなんですけれども、暇な時間を作らないということになります。低潮期と言ってもですね、向いていること向いてないことがあるんですね。外に向かって行動をしていったりだとか発信をしていったりというところには向いていないんですけれども、静かに自分と向き合って内面をね磨くというのには向いている時なんですね。で、今まで通りですね、どんどんね行動していきましょうという時ではなくて、静かにね自分の時間を過ごしていただきたいんですね。それなのになぜ暇な時間をね過ごさないのかっていうところなんですけれども、人にはねタイプがあって、もしあなたが一泊水星さんの中でも今までね結構メンタルが強くなっていて暇な時間を自分のために生かすことができるのであれば、できるだけね自分のための学びをしたりだとか趣味だったり、仕事のための勉強だったりっていうようなことに集中していただける時間になるんですね。ですがなかなかメンタルの方がねそんなに強くなくて、ちょっとね暇な時間を持つと気分が沈んでしまったり、自分の悪いところが見えたり落ち着かなかったり不安になったりというようなタイプの人は絶対に暇な時間を作らないようにしてください。もし暇な時間を作ってしまって自分と向き合えない場合はどうしても鬱っぽくなってしまうんですよね。それは避けたいと思いますので、ぜひ暇な時間を作らないということを覚えておいてください。そして、ご覧いただいている方の中で、いや全然大丈夫だよっていう方についてはぜひね自分の内面を磨く時間としてください。そしてね、ちょっとねメンタル弱いよっていう方にとっては、この冬の時期っていうのは日照時間も短いので、できるだけお日様に当たるっていうことをしていただきたいですし、あと、自分の目にするものでちょっとね落ち込むようなものはあんまり入れない方がいいですね。例えば映画だったりドラマだったりを見るときについついね悲しいものを、見てしまったり、そうするとどんどん気分が落ち込んでいってしまいますので、明るいものであったりだとか楽しいもの、なんか未来将来にね勇気が出るようなそんなものをチョイスしていただいた方がいいと思います。では次に仕事運です。物事が前に進みづらい時というのは、何をやってもうまくいかないなというふうに落ち込んでしまいがちだと思います。それは前に進もうと思うがゆえなんですね。ですからあまりねこう前に進むということよりは今の現状をキープするというふうに考えていただきたいと思います。日々の仕事のルーティンをしっかりとこなしていくっていうこと、そして新しいことはあまり始めなくていいと思います。そして仕事仲間との関係性を良くするためにも人のサポートに回ってあげた方がいい時期だと言えます。例えばご自身で事業をされている方なんかはあまりこう売り上げが上がらないとかいうこともありえますが、それよりは何かね人の役に立つことをしていくことによってご紹介を得られることがあったり、あとは自分の仕事をねさらにパワーアップするために何かね自分の内面を成長させるような学びをしておく、それがね後々につながっていくと思いますので、そういう自分を磨く時として使っていただきたいと思います。前に進もうと思って焦るのは禁物です。今現状を維持すること、そして自分の内面を高めていくっていう風にシフトしていっていただきたいと思います。では次に愛情恋愛面ですけれども、2月はですね、シングルの人にとっては出会いも結構ありそうなので、チャンスはたくさん訪れそうです。でただカップルの方とかご夫婦の方とかはどうしてもね、誤解を生じやすくなるので、自分のパートナー以外の方との時間をね、あんまり増やさない方がいいかなというふうに思います。でシングルの方で新しく出会った方には、その方がね、例えば二股をかけているとか、他の、方と交際がまだ終わってないのに次にみたいな感じになってたらいけないので、ちゃんとねそこは、調べておいてくださいね。ちゃんとシングルなのか、もしかしたら既婚者とかいうことになってはいけませんので、新しく出会った方のことはちょっとねよく観察していただきたいなと思います。では次に、健康運ですけれども、今の時期はね、普通の時よりも冬でとても寒い時期になりますね。一般的にも、冷えは注意しましょうというお話になると思うんですけれども、特に一白水星さんは冷えに注意しないといけない星回りなんですね。腎臓、膀胱系、あと、女性だったら婦人科系とかね、成熟期系の方がね、冷えっていうのはとても大敵なんですね。で冷やさないようにしていただきたいんですけれども、特に足首のあたりは冷やさないようにしていただきたいと思います。足湯とかね、そういうのをしていただいたりだとか、あと普段ねお風呂に入る時に体がよく温まるようにバスソルトを入れるとか、ゆっくりね、時間をかけて入浴するとか、何かしらの工夫をしていただいて体を温めるということをね、継続して続けてみていただきたいと思います。何事も、ちょっとした工夫次第でね、楽しく面白がることができると思います。前に進めないからといって、諦めるとかいうことではなくですね、今できることをねしっかり楽しんでいただきたいと思います。あんまりね物事を深刻に捉えすぎて気持ちが沈むっていうのだけは避けていただきたいと思います。はい、では本日は一白水星さんの2月の運気についてお伝えをしてきました。暇な時間ができていろんな変なことを考えないようにする。それで落ち込んじゃうとさらに運気が下がっていきますのでね、楽しいことを考える、自分がね今できることでね、それをさらに成長に迎えるように、学びを深めていただいたり経験を積んでいただいたりっていう時間にしていただきたいなと思います。はい、では明日は時刻土星さんの2月の運気についてお伝えしたいと思います。ぜひご覧ください。そして、動画をご覧いただいて、聞きたいこと、何でも構いませんのでコメント欄に、コメントをいただけたら大変嬉しいです。そして高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではさようなら。